スプリングフィールド、スプリングフィールド、スプリングフィールドは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州西部ハンプデン群に位置する都市。人口は15万2082人、2000年国勢調査で、ボストン、ウースターに次ぐ、州第三の都市である。また、コネチカット川流域では、最大の都市である。1四十キロメートル南に位置するコネチカット州の、州都ハートフォードと共に、 人口約150万人に及ぶ都市圏を形成している。また、スプリングフィールドはバスケットボール発祥の地としても知られている。コネチカット下半にはバスケットボール殿堂が建っている。この建物はバスケットボール型をしており、スプリングフィールドの都市景観にアクセントを添えている。スプリングフィールドは1636年にウィリアム・ピンチョン、ウィリアム・ピンチョンによって創設された。 照明はピンチョンの故郷であるイングランドの町にちなんで付けられた。コネチカット川沿いの氾濫源の土壌が濃厚に適していたため、川に沿った細長い土地に農地が発達していった。その後しばらくはスプリングフィールドは小さな、しかし活気のある街であったが、1675年のフィリップ王戦争ではネイティブアメリカンの攻撃に遭い、町の半分以上が破壊された。 1770年代、ジョージ・ワシントンの製作で、このスプリングフィールドにスプリングフィールド・アーモリーという国営の兵器工場が建設された。1780年代には、この兵器工場は武器、弾薬生産の重要な拠点になっていた。この頃アメリカ合衆国軍が用いたライフルはこのスプリングフィールド・アーモリーで生産されたものであった。これらのライフルは、 スプリングフィールドライフルと呼ばれていた。1787年、ダニエル・シェイズ、ダニエル・シェイズ率いるマサチューセッツ西部の貧農たちが反乱を起こし、スプリングフィールドに流入して武装しようとした。1852年には、全米最大の拳銃メーカーであるスミスウェッソン社がスプリングフィールドで起業した。同社は現在でもスプリングフィールドに本社を置いている。またこの年、 スプリングフィールドは正式な市に昇格した。その後もスプリングフィールドは武器、軍需産業を中心とする工業都市として発展していった。しかし20世紀中盤に入ると、それまでスプリングフィールドを支えていた工業に陰りが見え始め、経済は衰退していった。1968年にはペンタゴンの決定でスプリングフィールドアーモリーが刺された。住民は 治安の悪化した市内を避け、郊外へと流出していった。市の人口は1960年に174,463人で、ピークに達したのを境に減り続けた。サービス産業への移行もあまりうまくいってはいない。郊外には大型のスーパーマーケットやショッピングモールが進出しているが、ダウンタウンは1973年のベーステートエースと、 ベスト・テ・ウエストと呼ばれる再開発プロジェクトが終了した以降でも依然として空洞化が続いている。19世紀のスプリングフィールドの映画はクアドラングル、クアドラングルの博物館群や庭群にその名残を留めているのみとなっている。スプリングフィールドは42.112411-72.547455に位置している。 ボストンの西約1 4 5トル、ハートフォードの北約4 0トル、オールバニの南東約1 4 0トルに位置している。確実都市として知られるアマースとは、スプリングフィールドから北へ4 0トルほどである。アメリカが州国統計局によると、スプリングフィールド市は総面積8 6 0トル3 3 2ミである。 このうち8 3 1 k 十3 2 1ミが陸地で2 8キロ平方メートル、一1 1ミが水域である。総面積の3.31%が水域となっている。スプリングフィールドの市街地はコネチカット側の東岸に広がっている。マサチューセッツ州とコネチカット州の宗教からスプリングフィールドの中心部までは8キロメートルほどである。 川沿いは比較的低く平らな土地が広がっているが川から離れるにつれて丘が連なる起伏の多い地形になっているスプリングフィールドは17世紀に創設された当初からマサチューセッツ州西部の文化の中心であった地理的な近さから州内のボストンよりも隣接するコネチカット州の州とハートフォードと結びつきが強くミネアポリスセントポールのような ツインシティとして見られることもある。ボストンやニューヨークのような国際都市とはほど遠いものの、スプリングフィールドの各所に様々な国の料理を出すレストランが散らばっており、同市における民族の多様性を示している。クアドラングルの博物館群や市の図書館システムはかつて工業都市として栄えたスプリングフィールドの映画の遺産である。スプリングフィールドはオーケストラも抱えている。また、 スプリングフィールドはバスケットボール殿堂でも知られている。クリスマスシーズンになると市の西側にあるホレストパーク、ホレストパークの木々に光の装飾が施される。ブライトナイツ、ブライトナイツと呼ばれるこのイベントはスプリングフィールドの風物詩となっている。スプリングフィールド最大の新聞社はスプリングフィールドリパブリカンシザ スプリングフィールド・リパブリカンである。かつては、スプリングフィールド・ユニオン・ニュース・サンデーリパブリカン、ユニオン・ニュース・サンデーリパブリカンという使命であった。その他には、リマインダー誌、ザ・リマインダーや、バレエ・アドボケート誌、バレエ・アドボケートが、スプリングフィールドで購読されている。スプリングフィールド都市圏には、NBC、ABC、PBS の3社が支局を置いている。 このうち ABC と PBC の2社の主局は、スプリングフィールド市内に放送局を置いている。また、ハートフォードにもスプリングフィールドを放送エリアに、含めている何社かのテレビ局がある。また、スプリングフィールド都市県内には、AM5 局、FM12 局のラジオ局がある。このうち AM2 局、FM9 局は、スプリングフィールド市域内に放送拠点を置いている。 スプリングフィールドの玄関口となる空港は、ハートフォード郊外に位置するブラッドレー国際空港である。スプリングフィールドとハートフォードは約4 0トル離れている。南北に通る鉄道と東西に通る鉄道とが市の中心部で交わることから、スプリングフィールドはニューイングランドの交差点と呼ばれる。アムトラックのはライマンストリート66にある。 アムトラックのスプリングフィールドユニオン駅に停車する列車は下記の通り、スプリングフィールド、ハートフォードニューヘイブンを結ぶ近郊列車の建設が計画されており、2006年8月にコネチカット州議会はこのプロジェクトに1億4600万ドルの予算を計上した。同列車は計画通りに行けば2011年に営業を開始する予定になっている。 グレーハウンドのバスターミナルがあり、シカゴやクリーブランドとボストンとを結ぶ、長距離バスが停車するほか、同社と提携し、マサチューセッツ州内に、路線網を持つピーターパンバス、ペテパンバスラインズのハブにもなっている。また、同ターミナルは、スプリングフィールド市内及び周辺をカバーする、パイオニアバレー交通局、パイオニアバレートランジットオーソリティの、路線バスのターミナルともなっている。 また、スプリングフィールドは、道路交通の面でも重要である。市の北側で、I-90 と I-91 の2本の週間高速道路が、交わる。I-90 は、大陸北部を東西に横断する幹線である。一方、I-91 は、ニューヘイブンからバーモント州へと向かう高速道路である。I-91 の支線である、I、I-291 は、 スプリングフィールドのダウンタウンを貫いて通っている。スプリングフィールドの治安はあまり良いとは言えない。同志はモーガンクイット納車の全米の危険な都市ワースト25にしばしば登場する。2003年にはワースト20位、2004年には18位、2005年には19位であった。また2005年のランキングではハートフォードもワースト24位で県内に入ってしまった。 以下は2000年の国勢調査における人口統計データである基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。